はい、皆さんこんにちは。ボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回はキャノンのミラーレス一眼 EOS RP のお話でございます。レビューではないです。もうこのカメラって発売から4年ぐらい経ってて、もう末期なんですよ。もうディスコンになってもおかしくないようなカメラなんですけど、実は私1ヶ月前にこのカメラと、あとは RF レンズ、16ミリの F2.8 を一緒に購入しました。で、これをなぜ購入したかというと、まあ簡単な理由です。安くなった。あとはフルサイズセンサーなので広角レンズが思う存分使える。そして、まあそんなとこですか。 そのぐらいですね。 安くなったっていうこととフルサイズなんで広角が使えるのもそれだけです。もう、あともう軽いですね。軽いです。確かに私もこのカメラの存在は分かってたんですけど、もうこんな軽いと思わなかったです。レンズとボディで 600g です。で、私の場合はこの下にバッテリーグリップをつけて、社外品です。これはバッテリーが2つ入るんですけど、私の大好きなアリエクスプレスで、送料込みで5000円です。信じらんないですよね。送料込みで中国からなんで5000円で来るんだろうっていう感じもしますけど、あ、でも全然普通に、動いてます。バッテリーも2つ入りますし。で、このカメラは私は、動画機専用として購入しました。もう動画しかこれでは撮りません。で、動画を撮るときはほとんどが広角で撮るんです、私の場合。望遠で撮るときはこういうカメラじゃなくてもうビデオカメラで撮影しちゃうので、広角をきれいに撮りたいということで。確かに GoPro とかアクション3、DJI のアクション3もきれい、相当きれいですよ。手ブレもすごいし。ただやっぱりフルサイズセンサーの絵とはちょっと違うんですよね。まあ余裕があります、こっちはフルサイズなので。で、この一眼カメラで撮影するときはどうしてもその手ブレがひどくなるので、私の場合はこのジンバルを使って撮影するんですけど、このジンバルそのものが、これ2キロ以上あります。この私のやつは、これ一眼レフ用のやつ、大きいやつなので、2キロ以上あって、ここにその上にですね、大きいカメラ、例えばその 1DX とか R3 とか i5D もそうですけど、ああいうでかいのつけると、とにかくレンズとボディでもう2キロ以上になるんです。そうするとこのジンバルと合わせると4キロどころか5キロぐらいになっちゃうんですね。長い時間の撮影はちょっと厳しくなるんで、で、それで長い時間撮影するとなると、私の場合はベストをつけて、スプリングがついてるアーム、あれを来てやるんですけど、あれやっちゃうともうかなり大掛かりになって、ちょっと撮ろうっていう感じじゃなくなっちゃうんです。なので、この軽い RP を購入してみました。結果大正解です。綺麗に写りますし、大きい画面で写した時にアクションカメラの 4K とこのフルサイズのフルハイビジョンの映像を比べてももう変わんないですよね。片や 4K、片やフルハイビジョン。もちろんこれも 4K では撮影はできるんですけど、画面が大きい状況で見ると、やっぱりこっちの方が全然綺麗に映ります。この16ミリと RP の組み合わせで撮影した映像をいくつかお見せしますので、ちょっとご覧になってください。では、どうぞ。
かがだったでしょうか。綺麗ですよね、やっぱり。ジンバルありとジンバルなしの映像を2種類、お見せしましたけども、どっちにしても綺麗に映ってます。フルサイズのミラーレスに興味がある方で、安く買いたいという方は、ぜひこの RP を狙ってみてはいかがでしょうか。レビューなんか見ると、確かにフォーカスが合わないとか遅いとかっていうレビューがあるんですけど、それも言わせてもらいます。私が持ってる 1DX とか R3 と比較すると全然遅いです。確かに遅いです。ただそれは速いものを撮影する時に限っての話なので、普通に人を撮影するとか風景を撮影するとか、そういう類の撮影であれば全然問題ないです。そしてもう一回言いますけど、フルサイズセンサーなので表現力が全然いいです。もうセンサーの話しちゃうともうキリがないんですよ。もう APS-C だ、マイクロフォーサーズだ、1型だって、私も全部の種類持ってますけども、やっぱり広角で撮影するとなると圧倒的にこのフルサイズですね。マイクロフォーサーズとかだともう本当に、私が今持ってる広角で一番広いのが11ミリっていうのがあるんですけど、もう11ミリで撮るってなったらもうかなわないですもん、フルサイズには。そういうふうになっちゃいますので、もし使ってみたいという方はぜひおすすめします。これは私は本当にもうしばらく使い倒そうかなと、動画専門で。ということで、 EOS RP のお話でした。ご視聴ありがとうございました。